科学は私たち人間が自然の中で目にするほとんどの事象を説明できます。それでも中には科学者も頭を傾ける不可解な現象が、説明のつかない光の球体から踊る木々まで、科学では説明できない銃の奇妙な現象をご紹介。マーファライツ。マーファはテキサス州西部の小さな砂漠の町。何年もの間、ここの住民は夜空に現れる不思議な輝く球体を目撃してきました。目撃者によると、マーファライツとして知られる光はバスケットボールサイズのようで、白、青、黄、赤、オレンジと色にはバリエーションが。伝えられるところによると、それはホバリングし、きらめき、ちらつき、時には2つに分かれます。さらに奇妙なことに、浮かび上がると高速で空の彼方へ。マーファライツがいつ現れるか予測することはできません。また一貫した発生時期や気候条件もなしで現象の説明は困難。マーファライツの最初の目撃談が1883年のこと。地元の牛飼いが目撃し、最初はネイティブアメリカンのキャンプファイヤーだと思ったとのこと。しかし同地域でそのような炎が上がった証拠はありませんでした。テキサス大学の物理学を専攻するある学生は、気温の変化に起因する錯視であると考え、この現象の解明に挑戦しています。他にはテキサス州西部に眠る豊富な石油や天然ガスが燃え上がった様子だとする説も。中国上空の2つの太陽。空に2つの太陽が。そんな光景が2011年中国にて撮影されました。1つの太陽はぼやけてオレンジ色、もう一つの太陽は黄色で鮮明。二つの楕円形の太陽が横並びに。黄色の方がよりそれらしく見えるものの、どちらも私たちの知る太陽とは別物。科学による十分な説明はないものの、二重の太陽は蜃気楼のような非常に稀な光の屈折の影響であると考えられています。これが発生するためには非常に特殊な条件が必要で、2つの太陽を生み出すには大気の状態または氷の粒子が光を屈折させるのが大前提とのこと。キリミノタケ。キリミノタケは英語で悪魔の葉巻と呼ばれるものの学名。キノコに分類される悪魔の葉巻は他のキノコではありえない様子で成長。先端が開く前の姿はまるで黒い葉巻のよう。開くと先端は4から7に分かれ、キノコが煙のような胞子を吐き出すとシューという音が。さらに悪魔の葉巻は地球上の特定の場所でしか成長しません。その場所は互いからほぼ 11,200km も離れています。日本の3つの島ではこのキノコは多くの新種や切り株に自生。そしてアメリカ・テキサス州ではニレの木の新種や切り株に。太平洋で隔てられた2つの全く異なる環境に、この独特かつ奇妙な同一の生物が一体どのような経緯で。科学者たちは首をひねります。海上の竜巻。ウォータースパウトは急速に回転する空気の柱として定義され、つまりは水面に発生する竜巻のようなもの。ウォータースパウトはほとんどの場合、巨大化する積雲から生まれ、その形状は多岐にわたり、竜巻、旋風、および暴風雨に類似することも。しかし、ウォータースパウトの起源と仕組みが理解されたのはごく最近のこと。この現象は古代から観察されており、小型船舶や大型船の消失の原因とも。ウォータースパウトはさらに水から魚や海流を引き上げ陸地に落とすことがあるとも考えられています。モーニンググローリー。モーニンググローリーは世界中のいくつかの場所で観察されているものの、この珍しい雲の形成を正確に予想できうる唯一の場所は世界でもオーストラリアのみ。モーニンググローリーは長いロール状の雲が帯のように姿を現す極めて珍しい気象現象。雲は気温の違いにより形成され、前面には雲が誕生し、後方では雲が蒸発。雲は波のように伸びる孤立波、その頭頂部のサイズと形状は一貫したまま続きます。このため雲の波に乗る術を知るハンググライダーはこのような雲の周辺でよく見かけられます。タオスハム。ニューメキシコ州のタオスと呼ばれる小さな町の住民が口々に異常なブーンという音を聞いたと報告。
タオスハムとして知られるこの音は1990年代初頭に初めて聞かれるようになり、ニューメキシコ大学の教授が詳細な情報を得るために調査を実施。実際に謎の音についての調査を受けた住民のうち、それを聞いたと証言したのはわずか 2% でした。音を聞いたという人の家には振動や音を測定するための精密機器を設置。しかし異常なものは何も検出されず、それでも住民からはタオスハムを聞いたとの報告が続きます。一部の人は重低音、虫の飛ぶような音、または一定の低さで続くグーンという音と説明。ただ誰もが同じ音を描写するわけではなく、科学者は一層困惑。政府のマインドコントロール実験、超常現象、地下 UFO 基地、またはタオスの人々による想像力の賜物などなど、様々な説が上がりました。ダンシングフォレスト。ロシアにあるこの数十本の木は通常ダンシングフォレスト。幹はねじれ曲がりくねり、輪や螺旋状になることも。この謎の歪みの正確な理由は謎のまま。木はもともとこの地域の砂を安定させるために1960年代に植えられました。緩い砂のせいで木が不安定になり曲がったのではと主張する人も。またある人は成長初期の段階でガによって木が傷つき、太陽に向かって成長を続けるにつれて不思議な形ができたと主張。強風のせいだとする人もいれば、人間の仕業とする人も。この特定の場所で生と負のエネルギーが衝突して木を変形させたという人も。そして木が曲がったりねじれたりするのは気候変動の結果だとする人も。あなたはどんな原因が考えられると思いますか？コメントから教えてください。パトムスキークレーター。パトムスキークレーターは何十年も科学者を困惑させてきました。これが位置するのはシベリア。一番近い都市は数百キロメートル彼方。地元の人々はこれをファイアーイーグルネストと呼び、そこに近づく動物や人間は奇妙な力で捉えられるのではと恐れます。直径160メートル、高さ43メートル、リビングの中央のくぼみの高さは約12メートル。1949年にロシアの地質学者バディウム・コルパゴブ氏によって発見されました。そして彼はクレーターが隕石落下の結果であると予測。1908年に衝突したツングースカ流星が有望な候補となったものの、クレーターが約500年前のものであると判明し、理論は振り出しに。クレーターに関する他のいくつもの説が時の経過とともに浮かび上がってきました。中性子星の衝突の仕業であるとする説では、地球に衝突した星が反対側からここまで突き抜けてきたとのこと。より可能性の高い説明は、岩とマグマが触れる場所で発生した蒸気とガスによる爆発というもの。しかしもしそうだとしたら、なぜこの地域にはこのようなクレーターがもっと存在しないのでしょうか。また仮に宇宙船や何かが墜落したとなると、なぜその場所に残骸や部品などが見つからないのか。マピミサイレントゾーン。メキシコ、デュランゴ、ボルソン・デ・マピミにあるサイレントゾーンは、ここで発生する奇妙な現象のため、バミューダ・トライアングルに比較される代物。バミューダ・トライアングル同様、サイレントゾーンは緯度26度と28度の間に位置し、地元の伝説によると、このエリアで奇妙な超常的な現象が発生しているとのこと。次回、そして集中した地球エネルギーのために、サイレントゾーンの特定の場所では電波の送信が不可能。そこではコンパスも機能せず、また会話が聞こえない明るい球体が頭上を飛ぶことがよくある、隕石を寄せつける宇宙人が上陸するなどの噂が。世界中から観光客がこの地を訪れます。捉えどころのないサイレントゾーンはどこかと地元の人に道を尋ねると、その返答は火星人が見えるまで道を進むだとか。マリアナ海溝の音。マリアナ海溝のチャレンジャー海淵は地球の海で最も深い地点。長さ約 2415km、 幅およそ 70km の三日月型の溝。太平洋の底、水面下 11km 近くに位置しています。音波は水中で信じられないほど長い距離を移動します。そしてマリアナ海溝は周囲の数キロメートルの音を集約する反響室のように機能。
2016年、科学者はその海中からの世界初となる音源を公開。そこには奇妙なうめき声、低音、高音のきしみのような音が。クジラ、イルカのコミュニケーションを確認することもでき、個別の音源からはカテゴリー4の竜巻による激しい音、地震のうなりまでも検出されました。マリアナ海溝の底で聞こえる音のすべてが自然とは限らず、船が進む音、ボートのエンジン音などもそこに。多くの音はその原因に関係なく、神秘的で美しく頭から離れないものです。この世界の多くのことは最初は常に不可解。そして時間をかけて多くの事柄が最終的には研究と科学を通し説明が可能になってきました。今回のビデオはお楽しみいただけたでしょうか？どの現象が一番気になりましたか？コメントで教えてください。登録ボタンを押して通知をオンにしてお知らせを受け取ることもお忘れなく。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。